日本鹿児島県日置市東市町、伊沢田東市町伊沢田は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡一基号伊沢田村、日置郡東市村大技、伊沢田、日置郡東市基町大技伊作田。郵便番号は899-2203。人口は1422人、世帯数は591世帯。日置市の西部。 江口川の下流域に位置している。あざいの北方には、東一市町湯田、南方には、東一市町上の川、東一市町宮田、東方には、東一市町町里、東一市町三山がそれぞれ隣接しており、西方には東、シナ海に面している。あざいの中央部には、日置市立伊沢田小学校、伊沢手保育所があり、江口川の川口付近に、 江口漁港がある。集落は、伊沢田小学校などが所在している江口川の川口部や山麓に散在している。また、海岸線に沿って国道270号が南北に通っている。また、鹿児島県道303号、江口調理線は、江口川に沿って東西に通っており、長里の国道3号へ接続している。伊沢田という地名は、南北長期より見え、 薩摩国日置軍のうちであった。官能2年の足利忠冬下し踏に、伊作民地在に、勲行省として頭が割れたとされる記述が、地名の所見であると考えられている。江戸期には、薩摩国日置軍一木里のうちであり、村高は、天保豪町及び、軍村高辻町には1384国余り、遠京頃には1611国余り、 急行急量取調べ町には1717 17国余りであったと記されている。物産として糖度が産出されており、縄城川村で生産される薩摩焼きの原材料として用いられたとされる。1889年に町村制が施行されたのに伴い、市記号の内東半分の区域から東市木村が成立し、江戸期の伊作田村は東市木村の大技。 伊クタとなった。1937年には東市木村が調整志向し東市基町となり、東市基町の大技となった。2005年5月1日に東市基町が日置郡移住院町、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である日置中央合併協議会において、 大技名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、 大技名が、伊作田から、日置市の大和、東市基町伊作田に改称された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。日置市立伊作田小学校、江口郵便局市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。